じゃあカッチの洞窟入りましょう。カッチカチや。お前大丈夫か？開けてとりあえず。ふん。お前押しただけちゃう今の。よし。行っていい？これでオッケーだね。遅かったじゃないか。あれ？怪我人の私に護衛やらせる気だったのか？俺は見送りに来ただけだよ。ヨミちゃん、一緒に行こうよ。そうかいけどね。ユラルにはもうあんたの居場所もないよ。私が真実を言いふらしたからね。その機会が来たんだ。ご存知だったんですね。その生贄じゃない。ね、生贄だ。生贄の旅が終わったこと。余計なことしてくれる師匠だ。ね、頑固な弟子だよ。あ、弟子と師匠の関係だったんだ。ね、生贄の護衛を失敗した自分を許せずに、ただ戦い続けるだけの罰を己に課して。生贄を死なせてしまった後悔があんたを縛りつけてる。確かにな。守るべき存在を守れなかったって、ちょっと多分辛いだろう。ユラルを守り続けててもあんたの答えは出ないよ。答えがあるとしたら、それは最果ての地でしか見つかんねえ。旅を最後まで見届けない限りね。そうだよね、もう、刹那を見届けてくれよ、頼む。何何？あ、やった！あ、鋭い目の人だ。ごめん。あんたはやっぱり俺たちの、村の英雄だ。どうだっただって関係ねえ。俺は俺たちはあんたにずっと守られてたんだ。大釜の男から俺を守ってくれた。ずっと一人で戦ってくれたのに。あ、なんか、分かってくれた奴もいるじゃん。腰抜け弱いしてごめん。自分の故郷を守るため、そういう意図もあったんだろ？戦い続けた理由は。だけど、ここで魔物を足止めしちゃってもう防ぎきれない時が来た。もうそうだよね。10年間ぐらいだっけ？10年じゃないか。何年ぐらいだろう？数年間ぐらい守り続けたんだよね。すげえやつだよ。さあ、覚悟を持って旅するこの子をあんた見過ごせやしないよ。うわぁ！強い！偽りの英雄は今日で終わりさ、そうだろ、ヨミ。お！だが魂を置いていく、ついてくれ。村を守ってくれ。お。鋭い目の人がね、受け継いでくれたね。こんな俺で力になれるなら、構わない方いたら、ええよ。歓迎する。ありがとう、刹那を守ると誓う。ね、後のことは私らに任しなって。まあ、たぎしさん。でも、弱いからな。さあ、ヨミが仲間になった。あ、パーティー編成これで変えるんだ。刹那とりあえず外しとくか。生贄やしな。でも、外しといてもなぁ。でも、いや、外すか。さあ、ヨミ、ダイダラ、クオン、このパーティーで、行きたいと思います。おぉ、刹那ちゃんいなくなった。さて、まあ、放棄とかちょっと見ましょうか。ん？オールドスチーム。ね、まあ、どうしよう。星の石でも装備させるか。装備してんのか、今俺が。これは。カエルの人形とか。まあまあ、とりあえずこのままで行くか。で、宝石。ね、ジャンプ切りが今使えるんだね。で、他のは装備できてないので、こんなとこかな。よし。それじゃあ行ってきます。行ってくるね。行ってくるわ。成功するよ。俺村を守る。お前ら任したぞ、ほんと。さあ、今からね、城塞都市だっけ。なんとかってとこ行く前に、このダンジョンだな、これ。うわ、ペンちゃん。ほら、後ろからアタック。ね、アザラシってね、なんか絶対、あれなんだって。爆発するんだって。うわ、こういう、たっか、俺。強っ。ヨミちゃん、ポイズンブレス。うわ、最悪。毒なんだよ。オブライオット、強い。47か。うわー、だいぶ、痛い。よし。さあ、クオンちゃん、アタック。よっしゃ、黒ききるいいぞ。おれ！これ、高え、マジ俺。自爆すんのどうせ。君は。しない？おれ！はい、自爆しろよ。ふふふ。ずっと、こんなもんだな。はい。まあ、経験値結構もらえるようになってきたね。
いいぞ。よし、まあ、戦闘はなるべくやりましょう。物を手に入れて売ると、魔法とか使えるようになってくるっていうシステムなんでね、ガンガン使っていくべきだと思う、これは。早く終わらせる。はい、はい。さあ、アザラシ太郎ちゃんからやっつけよう。おら、次バカしろ、しない。体力結構あんな、お前。足だ。うわ、痛い痛い痛い。でも意外とやっぱレベル上がってきて、自爆でかなりきつかったのもね、楽になってきたね。よし、はい、爆発しろ。そこで爆発して、そこで爆発して、近寄ってこないで。うえー、当たんねえ。よし、さあレベルアップした俺。へい、先進むぜ。宝箱ある、先やっつけっか。うわー、めんどくせえなこれ。さあ連携しちゃうか。 X 切りいきます。ユミちゃんはなんかしない。もういない、全員全員爆発すんじゃんこれ。痛い痛い。あ、爆弾ダメージ食らわん。ジャストキルリンク。おっと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 、失礼しました。ちょっとキャプチャーがまた乱れてしまった。申し訳ない。よし、さあこのペースだったらいけそう。うわっと、ちょっと待って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 、ちょっとストップストップ。大丈夫、私は大丈夫。さあ挑発覚えたね、覚えたってもらったね。さあ挑発誰が使えるんだろう。ちょっと待ってね、多分挑発が合ってるのはクモン。違う、誰誰、お前か。あ、さあ挑発覚えれました。挑発、敵の攻撃を集める。うん、刹那を発動すると防御力が上昇するっていう。いいね、刹那と挑発を合わせるとで一定時間壁になってくれそう。さあこっち行きますか。あ、なんか何こいつ、初めて見る敵モール。油断しないで。貝殻マスターですね。おら、やるぞ。どうしようかな。ヨミちゃんジャンプ入りはいいが、あ、ちょ待って、対象中心に発生するってことだから、こいつに撃ってみよう。来たみやがれ。おら、あー、すげえ吹っ飛ぶ。いいねこれ。おら、爆発、大丈夫。敵も巻き込んでダメージ当たってほしいんだけどね。痛い。うわ、すっげえ嫌なとこにいるこいつ。自爆する。うわー、もう痛いよ。さあとどめだ、ダイダラのキック。強い。時間が欲しい。マジで、あの攻撃力上昇のさ、鉱石つけたらすげえ強くなっちゃった俺。どうしよう、もう無敵感あるよね若干。すまねえ、強くなりすぎてしまった。さあ鍵かかってる。うわ、俺これもう鍵かかってるところどこだったっけって、もう覚えらんねえわこれ。ねえ、攻略本見ながらやらなきゃ。攻略本とかあんのかな。最近攻略本とかってさ見ないよね正直言って。エクス切り。うわー、ミスった。ほら、よし。お、全員刹那溜まってんじゃん。うわ、うざい。ほら、いったれ。まだいける。よし、ほら、探しろ。熱い。うえい。まあ、体力まだ半分あるね。まあ、刹那が後ろにいるんで、ね、控えにいるんで、回復薬としてね、使っても全然大丈夫でしょ。これボスか？大丈夫、まだ。まだボスじゃない。弱そう。よし。油断しない。やるぜ。うえい。どうしようかな。ちょっと MP 使いすぎもあれなんで。おれ！強い、一撃だよ。おれ！強い、クモ。おれ！爆発しろ。痛い。さあ、おっと。ヨミちゃんが体力オレンジになっちゃったね。はい。でもポイズンプレス毒なったことないんだけど、毒なんのこのゲーム。多分なるだろうな。運がいいんでしょ今。イエイ。うわー、さあ俺もダメージ食らいすぎた。痛い。さあみんなレベルアップ。でもレベルアップするからいいのかな。これって控えにいる人たちって経験値入ってんのかな。ちょっと不安になってくる。刹那ちゃん、ちょっと53見とこ、みんな53。今次戦うね。ウェイ。油断しないで。よし、入るかどうか。入ってたらね、全然控えのままでいいんだけど、入ってなかったらちょっとめんどくせえよな。うれ、いや、ダイダラがマジでね、範囲攻撃かつ強いから、攻撃高いからマジでエースだよ俺。自爆できる。やばいな。大丈夫か俺、割りがちで。ダイダラ行け。
おら爆発しろ。まだしない。クオンマジ行動早いな、お前。よし。さあ、53から減って、27もらいました。さあ、経験値的には。あー、なるほど。半分以下ですね、もらえるのは。すごい、低い。もらえるっちゃもらえるけど、ねえ、半分ですね、これ。実質、経験値は、控えにいると。なら、レベル差がどんどん、出ちゃうな、これ。ちょっとめんどくさいですね。さあ、刹那もうすぐ一応レベル上がるので、今のうちにケアルしておきましょう、ダイダラ。うっすー。サンキュー。サンキューベイベー。よし。お、セーブポイントとか、一丁前にあるね。うわ、これ絶対もうボス戦だよ、これ。おれ、うわ、強っ。おら、ガンガン刹那使え、イエーイ。クロックキル、刹那キル。なんで自爆する敵とかいるんだろう。まあまあまあ、そういうね、ダメージ与えてくる敵もいた方がまあ面白いけどね。よし、おら、ちょっとめんどくせえよね。いとけ、読み。さあ、これで落ちるでしょう。爆発しろ。これ食らわんじゃん。よし、いい感じ。ざっとこんなもんな。で、これで一応確認だけど、今15経験値が刹那に入ったはず。入ってる。よし。やっぱ半分ですね、控えにいると。きついなぁ。はい、じゃあ、ちょこちょこパーティー変えながら行くのが一番いいのかもしんないね。はい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 。さあさあ、セーブポイントあったってことは、おそらくボス戦でしょう。行きましょう。誰かな、ボス。強いの。うわー、気持ち悪い。何これ、ね、特撮物の怪獣にいそう。ねえ、団長が護衛2人で洞窟を通したくなかった理由はこいつ。まあ、頭数が多ければ生贄だけ先に逃がすことも絶やすいだろうが、こんなとこで足踏みするようじゃ、どの道この先進みやしね。うえー、声うるさいよ、絶対。来るぞ。刹那、出たり消えたり忙しい。生贄は俺が守る。よし、じゃあ早速行きましょうか。スローを打ちましょう。で、俺は、一言とりあえず。さあ、速度低下。成功してますね、これ。で、挑発はまだ打たない。よっし。さあ、とりあえずガンガン殴っときましょう。はい、まあ、普通に殴ります。ダイダラも殴ります。ほら、ダイダラ強い。アイス、あー、いいっす、これ。行くぜ。よっしゃ。ほら、通常攻撃だけでもね、割りでいけそうだけど、とりあえず連携しておきましょうか。X 切り。戦いの流れを作る。うえい。だいぶ入るね、66。はい。でも普通にやった方が強いんじゃない？ダッシュ攻撃。で、読みもジャンプ切り。おれい、強い。めっちゃ入るね、ダメージ。で、俺も行こう。回転切り。うわ、54。うわ、強いわ、ほんと俺。うわ、猛毒。毒にはならないよね。なってないこれ、はい、わかんねえ。じゃあダッシュ切りいきましょう。よいしょー。いいね、これ連携するよ。やっぱやった方がいいわ。連携はね、複数相手の時にはかなり有効っぽい。さあ、なんかよくわかんないなんか出ました。このシステムがちょっといまいち俺まだ分かってないんだよね、ほんと。ダッシュ切りいいぞ。さあ、俺がうわーっと MP ないな。さあ、甲羅にコモール物理盾。よし、何それ。おお、一応ダメージ入るね。今のうち、一体な、うわ、全然入らへん、ダメージ。行くぜ。一定以上のダメージは通らないって感じでしょうか。クオンはダメです、何もできません。甲羅にこもってる。ちょっと俺殴ろう。クオンは刹那のゲージ貯めておきましょう。さあ、ヨミは殴ろう。安いな、ダメージ。やるぞ。よし。痛い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 、それずるくない？わ、これちょっとやばいな。クオン、うわー、刹那使ったやつ、0000。どうしよう。31。ダイダラにかかってる。コロにこもってる。ちょ、クオン、ちょっとポーション自分に。ガンガン行くわね。ちょ、やばいこれ。ちょっとやばい。やばいこれは。やるぞ。はい。で、ダイダラが。やるわね。痛い痛い痛い。おっと。これやってもきついな。さ、ヨミちゃん、ダイダラ、ダイダラ死んだし負ける。これは何もない。ありがとう。ダッシュ切りとかどう。これ、ゼロ
入れ替えとかできへんのこれ。やるぞ。はい。やべえな。さあダイダラちょっと待とう。行くぜ。たまった。さあダイダラの攻撃が入るが全然意味がない。さあポーションユミちゃん自分に使っとき。かかってこい。クオン何もすることないもん本当。魔法も使われへんし。とりあえず殴っとこうぜ。さあなんかカゴ入りました。甲羅から出る。出てきました。おはよう。おいお前出てきていいのか。もうタコ殴りだぞ。刹那めっちゃ溜まっとんぞ俺今。行くぜ。おらいいぞ。勝てる勝てる勝てる。やるぞ。クオン刹那アタック。ダイダラもダイダラパンチ。ダイダラパンチマジ強い。うえー、あ毒った今。ユミちゃん、はい、大丈夫。よし、ユミちゃんも攻撃。よし、毒ダメージは入らない。ちょっと待ってね。よし、あ入ってる。さあこれでジャストキル、刹那キルで見事いうボス撃破。あぼちぼち強かったね。イエーイ、めっちゃ経験値もらえんじゃん。巨大コーラ、多分これレアアイテムだね。もらった。やったぜ。ふう、浮かていいなね。あーそうだ、行きましょう。あこれ毒入ってんな、ダメージ。うわーめんどくさいなこれ。毒消し使っとくか。よし、こういうのも細かいけどやっとかんとな。さあ 青岩塩ゲット。なんもないかな。それではようやくねここの洞窟突破しました。奥へ行きましょう。おお、外だ、明るい。どんな街なんだろうね。あ、見えるね。綺麗なとこじゃん。完全覆われてるね、ここ。城塞都市、ウカテイナ。入ってみましょうか。人は優しいかな。ここの今の城主は責任感が強く、ね、方法の顔が引く人物らしい。あね。お願いしてみようか。おなしゃーす。入られへんの？どうしたん？入れて。慈しみの里は北にある二霊の森を抜けた先だ。ね、安心して暮らせるんだ。村が魔物に襲われて、だからその、ね、何、お金の心配はいらない。城主、アバロン様のご厚意だ。お優しい方なんですね。ね。北のとこ行ってくれって言われたん？慈しみの里。へぇー。バイバイ。すごい優しいね、それ。本当なのかなってちょっと疑っちゃうけどさ。なんだ、お前たちも、慈しみの里行きたいのか？何のこと？城塞に何の用だ？ね、身元が確かなものでなければ入場許可できん。上司に取り付け。言っていいのかね、金の旅って。言うか。生贄？私の名前は刹那。生贄として最果ての地へ向かう途中です。上司様の力添えをいただきたく参りました。ご無礼お許しを。ああ、すごい。いい人だな。アバロ様は奥の城におられます。うわあ、これで通してくれんのか、ちょれ。大変失礼いたしました。ねえ、アバロ様の一行で作りました。へぇー。まあ、今本当に魔物に襲われる人たちが多いんだね。この町だって以前は魔物の襲撃に遭うことあったんだけど、魔物の襲撃はなくなった。すげえじゃん。いくつ、いつくしみの里は、いつしみ、いつしみか。いや、いつしみの里は身寄りないこ、ね、ものや身をなくしたものなど。いつしみの里ってどこにあるんだろう。こんにちは。あ！武器ホッキーじゃーん。なんか撃てよ。さあ、これね、俺攻撃力めっちゃ上がるん。高いな、これ。欲しい。あ、ヨミちゃんの買う？うわー、どうしよう、これ。回避力を上げるっていう。ねえ、時属性の耐性も高くなる。とりあえず俺のが買おう。俺は最強やからさ。砲器も売ってんじゃん。うわ、やばいな、これ。めっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。買って買って買ってじゃねえけどさ。魔法威力、連携威力、刹那威力アップ。やばすぎやろ、これ。消化した時。ミスリル。へぇー。とりあえず、売りたいな、ものいろいろ。入れる？入れた。
こんにちは。気難しそうなとこ。ねえ、バカ息子と飽きたらってなんか怒ってんじゃん。あ、酒場じゃん。なんもない。料理っていつできんの？まったく。あ、あった売却。ねえ、売却は、緑のやつじゃなくて、なんか、白いやつはだいたい売ってもいいっていう話、ねえ、聞いたんだけど、どうなんでしょうか？いいんでしょうか？わからないんですけど。とりあえず、宝石なんかいるものを探しましょうか。宝石必要そうなあったらね、それに、基づくものを、ね、買いたいなと思います。ウォール、ショック、オーラ。オーラ、ショック。ねえ。魔法攻撃。魔法攻撃ってちょっと欲しいんだよな、俺。ねえ。ちょっとこれ、あ、この画面で売れるんだ。ちょっとこれ売っとこう。ショック。あれ？あれ？あ、8個売っちゃったー！まあいいや。鉱石買いましょう。最初、ショックをもらいましたね、1個。どうもです。で、エンサンダ。なんだこれ。エンサンダが使えるようになるっていう。刹那か。クオン。ダッシュ切りプロテクトスロー。グラビデ。グラビデか。へぇ、吸い込み効果があるっていうのはちょっと面白いよね。で、これがヨミちゃん。コンプレ。ねえ、アイテムの威力を大きくする。峰打ち。麻痺が発生する。ヒットポイントが上がる。あ、これ装備アイテムだ。ねえ。まあ、いろいろとあるよね。物理攻撃力上がる系がちょっと、めっちゃ欲しいんやけど、俺。俺、脳筋やから結構、ガンガン攻めたい気持ちわかるでしょ、みんな。ねえ。ATB が溜まる。刹那が発動すると、これも強いな。だいぶ強いね、いろいろと。受けるダメージを減らすことができるとか。これも安定してほしいもん、この辺。ステルスとかある。まあ、今のところこんなもんでいいかな。特に欲しいの、峰打ちちょっと欲しいかな。麻痺か、どうしようかな。なんかね、連携があるとか分かればいいんだけど、購入するよろずや。よろずやさん。まあ、いいや。よし。さあ、とりあえずちょっと宝石、装備しちゃいましょうか。よし。ショック。イェーイ。A。よし。結構、装備できる人限られてるな、これ今。ねえ。クオンが、まだ空いてんだよね、かなり。クオン2個ぐらいあるから。なんか装備するじゃん、クオン。クオンさん。クオンさん。クオン何覚えたい？グラビで覚えるじゃん。グラビーで。プロテクトもありかな。防御上昇でなんだかんだ言って便利な気するけど。俺は脳筋。攻める男。あったかの耳持ってねえ、俺。じゃあ、大きなハサミちょっと、売って。プロテクト、購入しちゃいましょう。これ、複数購入しても意味ないよね、多分。はい。じゃあ、とりあえずちょっとプロテクト1個装備しておきましょう。こんなもんかな。こんにちは。やあやあ、こんにちは。ね。まあ、なんか、皆さんもね、こういうのあ、いい音があったら教えてね。強いのあったら。俺まだ手探りでやってるからね。はーい。とりあえず、ちょっとまだ街探索途中だけど、一旦この辺にしようか。終わりにしようか。うん。じゃあ皆さん、とりあえずご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。